ポートランドはアメリカ合衆国メイン州南西部に位置する港湾都市ボストンの北北東約1 7 0トルに位置するカンバーランド軍の軍庁所在地また同州の最大都市である2010年国勢調査による人口は66,194人であり2000年より3%成長したポートランド都市圏では州の総人口の 約4割に当たる50万人以上の人口を抱えている。ポートランドはメイン州の文化、社会、経済の中心地である。ニューイングランドではボストン港に次ぐ規模の開港を抱える同士は、漁業と商業を主産業としている。また歴史的な街並みを残し、レストランやバーが集中する港沿いのオールドポート地区を中心とした観光業も盛んである。 エリザベス岬に近いポートランドヘッドライト灯台も人気のある観光地となっている。一方、ポートランドのダウンタウンにはヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの成果をはじめとする博物館、美術館が立ち並び、市内には複数の大学がキャンパスを構え、メイン州で最大の公立学区を有するなど文化都市としての側面も有している。市内よび周辺には緑が多く、市の別名を ホレスト式という、市長は、灰の中から飛び立つ、不死鳥を表しており、死の標語、レッサーゲムと共に、4度にわたる大化から立ち上がった、ポートランドを意味している。オレゴン州北西部に位置し、シアトルと並んで、アメリカ合衆国北西部を代表する大都市である、ポートランド市の市名は、このメイン州のポートランドに由来している。ポートランドははじめそこに住んでいた、先住民族によって、 マチゴンヌと呼ばれていた。1632年にイギリスが漁業と貿易の植民地として植民開始し、カスコと名前を変えた。1658年にサイド町の名前が変えられ、ファルマスとなった。コングレスストリートの橋がイースタンプロムナードと交差する場所に石踏みが立っているが、これにはポートランドの4つの名前が記されている。1675年。 フィリップ王戦争の時にワンパのアグ族によって村は破壊し尽くされた。再建された村も数年後に同じ種族によって破壊された。1775年10月18日、アメリカ独立戦争の時にヘンリー・モワット船長を指揮するイギリス艦隊の砲撃でまたもや村は破壊された。独立戦争の後、ザネックと呼ばれるファルマスの一地区が商業校として発展し、 海運拠点として急速に成長した。1786年、ファルマスの市民がファルマスネックに別の町を作り、ポートランドと名付けた。ポートランドの経済は1807年の通商禁止法と1812年の米英戦争で大きく阻害された。1820年にメイン州がマサチューセッツ州から分離独立する形でアメリカ合衆国の州に昇格し、 ポートランドはその州都に選ばれた。この時までに通商禁止法と米英戦争は終わっており、ポートランドの経済も回復し始めた。1832年、州都はオーガスタに移された。ポートランドは1851年のメイン法に関わる反対運動の中心となり、1855年6月2日のポートランドラム暴動で頂点に達した。 1866年7月4日、独立記念日の祭りの間に発した日が、町の商業ビルの大半と教会の半分と数百の家を焼き尽くした。1万人以上の人の家が失われた。この大火の後、ポートランドはレンガで再建され、ビクトリア様式の外観を呈するようになった。市民は町のウエスタンプロムナード沿いにビクトリア町の大きな邸宅を建て始めた。 ファーストナショナルバンクポートランドの建築の質と様式はこの町で働いた19世紀によく知られた建築家たちの仕事を継承したことに大きく依存している。アレクサンダー・パリスは1800年頃町に到着し多くのフェデラル様式の建物を残してポートランドを去った。そのうちのいくつかは1866年の大火で失われた。チャールズ・ A ・アレクサンダーは ビクトリア様式の多くの邸宅の設計を行った。ヘンリー・ローは、ゴシック様式の小さな家が得意だった。ジョージ・ M ・ハーディングは、ポートランドのオールドポートにある多くの商業ビルや、カビな住居用ビルを設計した。世紀の変わり目には、フレデリック・ A ・トンプソンが、ポートランドの多くの住居用ビルを設計した。しかし、ウエスタン・プロムナード地区で断然影響力があり、また他作の建築家は、 フランシス・ファセットとジョン・カルビン・スティーブンスであった。スティーブンスはメイン・ジェネラル・ビルやウィリストン・ウエスト教会、いくつかの学校や自宅の建築を依頼された。1880年代初期から1930年代にかけて、スティーブンスは彼の経歴の初期には人気があったクイーン・アン様式やロマネスク様式からミッション復古様式まで広い範囲で仕事をしたが、シングル様式や 植民地復古様式を始めたことで特によく知られるようになった。その作品はウエスタンプロムナード地区に豊富にあるポートランドの再建時に人気のあったビクトリア様式の建築は市の行政の一部に特に保存を強く推進するものがいて状態もよく保存されている。1982年この地区は国定歴史地区の指定を受けた。現代の生活意識調査では アメリカでも最も住みやすい小都市の一つに挙げられている。1970年代にサウスポートランドの郊外に屋内ショッピングセンターであるメインモールが作られポートランドの中心街に大きな影響を与えた。百貨店や大手フランチャイズの店舗がそれまでのコングレスストリートやフリーストリートから近郊のモールに移転したり廃業した。このことは 町の特徴を守る上では恩恵となったが多くの空き家が目立つようにもなった。住民は中心部ではもはや手に入らない商品やサービスを町の外で求めるようになった。1990年代半ばよりメイン芸術大学が周りから学生を集めコングレスストリートの歴史ある公安施設を主要な機能として回復させ中心街の活性化に寄与してきた。この大学は 一時市の公立図書館として使われていたバクスタービルディングをコンピュータ開発室と撮影スタジオに変えて維持している。ポートランドは現在建設ブームにある。ただし、1980年代の建設ブームよりも統率され保守的なものではある。近年、コングレスストリートにはメイン芸術大学の拡張やオフィスビルの高級マンションへの転換に伴って、 多くの店舗や飲食店が戻ってくるようになった。市の歴史あるベイサイド地区やムンジョイヒル地区の麓にあるオーシャンゲートウェイの港湾近辺で急速な開発が行われつつある。その他のランキングを含む全リストはシティオブポートランドエコノミックデベロップメントセンターで参照できるイースタンプロムナードパークよりキャスコワンを望むポートランドは 北緯43度40分2秒西形70度12分26秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、ポートランド市は総面積1 3 6 2ートルである。うち5 4 9ートルが陸地で8 1 2ートルが水域である。総面積の59.65%が水域となっている。 ダウンタウンは大西洋のカスコ湾に突き出た小高い半島の上に形成されており、北西南東方向、北東南西方向それぞれ 1km 四方の範囲に収まっている。平坦な土地がほとんどなく、全体的に入り組んだ細い街路や坂道が多い。港の周辺はオールドポート地区と呼ばれており、ポートランドの一大観光名所となっている。ダウンタウンの北東のイーストエンド地区や、 ムンジョイ、ヒル地区、南西のウェストエンド地区は住宅地である。ポートランドの気候は涼しい夏と寒さの厳しい冬に特徴を付けられる。夏にはにわか雨に見舞われることが多い。冬には降雪も見られる。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。以下の表はポートランドにおける月別の平均気温および降水量をまとめたものである。 ポートランドはいくつかの地区で構成されているが、これは住民による認識であり、法律や行政による意味合いはない。市に立っている標識も多くの場合、様々な金号地域あるいは交差点を表示している。金号地域に関わる問題については、市の行政と連絡を取ることを自律的な責任とする、地域連合と考える終焉の都市もある。金号の自治体は名前にディアリングが入っているものがある。 これは1899年にポートランドが隣接するディアリングを併合したことによるもので、現在のポートランドの北部と東部は以前ディアリング地域であった。ディアリング高校は以前ディアリングの公立学校であったので、この名前がついた。旧郵便局イマキュレットコンセプション、教会大聖堂の戦闘は1854年の完成以来、ポートランドのスカイラインの顕著な特徴になっている。 1859年、アンミ・ビー・ヤングが、アメリカ合衆国財務省建築監督局による3つの、地方工事の最初のものとして、開示病院を設計した。再開発で、ギリシャ復古町のイザイア・ロジャースによる1868年の、ポートランド郵便局は失われたが、1873年の、アルフレッド・ビー・ミュレットによるイタリア町、ポートランド税関はそれに等しい記念物的な、 建物である。その他の意義深い建物は、コングレスストリート477にある14階建ての商業ビルで1924年に完成した。この建物の長部にある電子表示板で何十年も時刻と温度を表示し続けてきたので、タイムテンプラチュアビルディングとして知られている。より最近の建築では十七階建ての住居タワー、フランクリンタワーで百六十九年の 完成以来市内で一番高い建物となっている。1980年代の建築ブームで、いくつかの新しい建物が半島部に建てられた。イオミンペイ設計事務所のヘンリー・アール・コブによる、ポートランド美術館に建てた1983年の、チャールズ・シンプソン・ペイソン・ビルディングや、1990年完成の15階建て、住居ビル、バックベーイタワーなどがある。ポートランドの玄関口となる空港は、 ダウンタウンの西約3キロメートルに位置するポートランド国際ジェットポートである。航空主要5社のうちアメリカン航空を除く4社の他、US Airways、ZBlue、a i r t r 航空がポートランドへの路線を有しており、各社ハブ空港からの便がある。また、航空貨物の DHL やフェデックスの飛行機も発着するポートランド駅、アムトラックの駅である。 ポートランドトランスポーテーションセンターは、トンプソンズポイントロード100にある、ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車。ダウンイースター号が1日後往復発着する。ダウンイースター号は途中ニューハンプシャー大学の大学長ダーラムを通る。夏には、メイン州屈指のビーチリゾートである、オールドオーチャードビーチにも停車する。その他、メイン狂気鉄道という観光用の列車も走っている。 市内の公共交通はバスによってまかなわれている。メトロの路線バスは、ポートランド市内及び周辺を広くカバーしている。ポートランドエクスプローラーは、市内各所の交通センターを結んでいる。ダウンタウンの北西を週間高速道路 I-95 の支線である、I、I-295 が通っている。I-95 本線は、メインターンパイクという有料道路になっており、 ルートの関係上ポートランド市内を通らず、西側を南北に通っている、グレーハウンドと提携しているバーモント交通のバスは、I-95 及び、I、I-295 の上を通っている、ボストンとポートランドを結ぶ便が主力で、北へ、番号、南へニューヨークへ通ずる便もある。ポートランドから、キャスコアンに浮かぶ島島島へは、フェリーの便がある。また、 ノバスコシア州南西端の港町ヤーマスへは高速船の便がある。2006年に就航したこの高速船はポートランドとヤーマスの間を約5時間で結んでいる。この高速船が就航する以前は同区間は通常の船舶で約11時間かかっていたオールドポートとキーバンクメイン州最大の都市であり、州最大の開港を有し、ボストンにも近いことからポートランドは メイン州における経済の中心地である。ポートランドの経済は長い間漁業、農業、製造業に支えられてきたが、近年ではサービス業が台頭してきている。金融業のメイン州における視点のほとんどがポートランドにある、バンクオブアメリカ、キーバンク、フィデリティインベストメント、アンセム、ブルークロス&、ブルーシールド、およびイトナである。 いくつかの著名な会社が本社機構あるいはその一部をポートランドに置いている。ユーナム、TD バンクノース、メインバンクトラスト、イミューセルコープ、パイオニアテレフォンである。ポートランド大都市圏に影響のある著名な会社は近郊のサウスポートランド、ウエストブルックとスカボローにもある。また、観光業もポートランドの経済を支える重要な産業になってきている。 ポートランドは合衆国や州の平均と比べ失業率が低い。また、ポートランドとその周辺では、メイン州の他の地域に比べ平均収入が高い。そのため治安も良く、2006年のモーガンクイット農車の調査では、ポートランド都市圏は全米で23番目に安全な都市圏であると発表された。ポートランド港は、メイン州のみならず全米でも有数の港湾である。 アメリカ陸軍工兵司令部による2005年の報告ではポートランド港は全米最大の輸入貨物取扱い港であると発表された。総貨物取扱い量で見てもポートランド港はニューイングランドで最大全米でも第25位であった。特に重要な貨物は原油でその取扱い量は東海岸最大である。都市の人口規模の割に 貨物の取引量が多い理由の一つには、ポートランドとモントリオールを結ぶパイプラインの存在が挙げられる。ポートランド港南メイン大学は、ポートランドと隣接するゴーラム町にキャンパスを構えている。ポートランドキャンパスには校舎のみが置かれ、大学寮やスポーツ施設はゴーラム側にある。州中央部、番号近郊のオロノに、本部キャンパスを構えるメイン大学は、 ポートランドにロースクールを置いている。メイン大学ロースクールは州で唯一のロースクールである。ニューイングランド大学の保健学部はポートランドのディアリング地区にあるウェストブルックカレッジキャンパスに設置されている。ダウンタウンに5棟の校舎を有するメイン芸術大学は1882年に創立されたメイン州最古の芸術系大学であるポートランドの K1 にかほどを支える。 ポートランド公立学区は小学校11校、中学校3校、普通高校3校、および芸術、技術系の専門高校を有している。このほか、ポートランドには私立の高校が3校ある。ワーズワース・ロングフェロー・ハウス・ポートランドは、ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローを生んだ町である。ポートランドのダウンタウンには、ロングフェローの成果が残っている。 ロングフェローの成果は1786年に建てられたポートランドに現存する最後の建物である。1901年に最後の住人であったロングフェローの妹アン・ロングフェロー・ピアースが死去した後、家と多くの家具はメイン歴史協会に寄贈された。現在では夏の期間中だけメイン歴史協会の運営する博物館として一般に公開されている。 ロングフェローの成果の他にも、ダウンタウン芸術地区、特に、コングレスストリート周辺には、ポートランド美術館、ポートランドステージカンパニー、メイン芸術大学、メイン子供博物館、スペースギャラリー、メリルオーディトリアム及び、ポートランド公共楽団などの他に、小さな画廊やスタジオが集まっている。ディアリング・オークス・パークバックコーブあたりの、バックスター・ブール・バール、ディアリング・オークス・パーク、 イースタンプロムナード、リンカーアンパーク、およびウエスタンプロムナードはすべて市内の歴史的公園である。他の公園や自然の空間としては、ペイソンパーク、ポーストオフィスパーク、バクスターの森、エバーグリーンセメトリー、およびフォアガサンクチュアリーがある。NPO のポートランドトレイルズが、市中や終焉部のウォーキングやハイキングの道をネットワーク化して維持、拡張をしている。 ダウンタウンの北東に近接するムンジョイヒル地区には現存するものの中では全米最古の海地信号棟であるポートランド展望台がある。ポートランド港の周囲には島が多数あるため1807年に標高の高いこの地区に塔を建てることで地上から船舶の入港を見えるようにしたのである。同時に海上からはこの塔がポートランドの目印になった。 1812年の米英戦争においては、この塔は見張り台として使われていた。現在では、グレーターポートランドランドマークスという非営利組織が、この塔を管理しており、夏の期間中だけ一般に公開している。ゴーグストリでポートランドヘッドライト東大メイン、ナローゲージ鉄道博物館ポートランド港からは、カスコ湾に浮かぶ島々へのフェリーの便が出ている。そのうちの一つ、 ポートランド港の入り口にあたる位置にあるホグ島には1865年に建てられたゴーグス砦が残っている。もともとこの砦は米英戦争の時に建設が提案されたが、アメリカ合衆国議会が1857年まで建設予算を承認しなかったため、実際に建設が始まったのは1858年のことであった。取は 第二次世界大戦の際にも潜水艦用の魚雷庫として使用されていた。1960年に砦は国の史跡に指定された。ただし、砦の内部の損傷が著しいため負傷する。見学者も多数おり、危険であるとされ、観光名所とはなっていない。ポートランド南隣のケープエリザベス町には、ポートランドヘッドライト灯台が建っている。この灯台は1787年に、 ジョージ・ワシントンの命令で建設が始まり、1791年に完成した。現在では年間100万人近い観光客を集めるポートランド屈指の観光名所となっている。ケープ・エリザベスより南にはオールド・オーチャード・ビーチなど夏のビーチリゾートが連なっている。その他の名所としては次のようなものが挙げられる。ポートランドには放送局、出版社、広告宣伝社。 ウェブ設計者及び商業写真スタジオが集中している。新聞、雑誌、編集放送、編集ポートランドシードッグス。背景はポートランドエクスポジションビルディングポートランドスポーツ。複合施設はパークアベニューとブライトンアベニューの近くにあり、週間高速道路 i 二百九十五とディアリングオークスパークにも近い。次の施設がある。ゴルフコースは十一箇所、百二十四の テニスコート95の運動場もある。また100マイルの長さの自然歩道もある。メイン州名物のロブスター料理市の中心街とオールドポート地区には飲食店が集中しており、半島の他の場所や周辺にも多くある。人口あたりのレストランとバーの数は全米でもトップクラスだという。メイン州レストラン協会によると、ポートランドには約230軒のレストランがある。ポートランドは、 レストランなどの質でも高い評判がある。2007年春、ポートランドは2007年フードネットワークショーで年間美味しい目的地の決勝まで残った。多くの土地のシェフたちが過去数年で国民的評価を得てきた。ポートランドには多くの地ビールメーカーや工場直営パブがある。DL ギアリーブリューイングカンパニーやフリッティマクダフズ、ブリューイングカンパニー、シップヤードブリューイングカンパニー、 キャスコベイブリューイングカンパニー、アラガシュブリューイングカンパニーである。ポートランドはイタリアンサンドイッチの発祥地である。元祖はアマトーズデリカテツサンダということである。しかし、なんといっても、ポートランドの食文化を代表するものは、メイン州名物のロブスター料理やニューイングランド名物のクラムチャウダーをはじめとした魚介料理である。オールドポート地区にはシーフードレストランが立ち並び、 ロブスターを茹でたり、揚げたり、パスタの具にしたりといった料理が出されている。港の側にある日本料理店、札幌ではメインロールと称してロブスターを用いた巻き寿司を出している。メイン医療会館はメイン州で最大の病院であり、現在もその領域とサービスを拡大し続けている。宗教的奉仕活動のマーシー病院はメイン州で4番目に大きな病院であり、 2006年遅くにフォア側沿いに新しく拡張工事を始めた。この工事はいくつかの段階を経て行われる予定であり、第1段階は2008年の完成を予定している。市中にある2つの独立した病院は異なるやり方で使われている。元ブライトン医療会館はメイン医療会館の所有になり、ブライトンファーストケアの名前で救急医療室や治療室を備えている。 元ポートランドジェネラル病院は現在バーロンセンターとなり看護施設となっているトマスブラケットリードの基礎データ人種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計ありがとうございます。